今ね、岐阜県の関市っていうところに来てます。ちょっとこれからね、素敵なスポットに行きたいと思います。なんかね、本当に田舎の日本の原風景って感じの場所ですね。川が流れてます。川の色がすごく美しいですね。渓流ですね。ちょっとこれからですね、変わった池があるっていうので、そっちに行ってみたいと思います。これから行くのはですね、この名もなき池っていう名前で、通称モネの池っていうところなんですね。今この第一パークのところにいまして、この池に行きます。ここの池はですね、その見かけがですね、画家のね、モネの作品の水蓮だったかな、それにすごい似てるからっていうことで名前がついたらしいです。この先を進んだ神社の入り口のところに、その池はあるようですね。ちょっと行ってみましょう。はい、こんな感じなんですけどね、ちょっと思い描いていたのとちょっと違うような気もするんですけど、まあ見る角度によってでしょうね。こっちから見るとね、モネの水蓮の池のような本当にそういう池ですね。結構絵の池と似てますね、これだとね。ちっちゃななんか魚もいますね。はい、以上ですね、名もなき池、通称モネの池でした。ご視聴ありがとうございました。